こんにちは、心理カウンセラーの高村です。パニック障害の方で通勤電車の30分が地獄のようでしたというのをおっしゃる方がいらっしゃいます。でこれは本当に嫌なんですよね。要は逃げ出せないっていう状況が一番嫌ですから、電車っていうのはドアが閉まっているので非常にプレッシャーがかかるんですよね。で通勤電車っていうのは人が多いですし、あとは混んでくるとスピードが落ちたり途中で止まってしまったりするんですよね。そうするとこのまま逃げ出せないで何時間も止まるんじゃないかみたいな思いが湧いてきて、そうするともうこらえきれないっていう感じになってきますから、そういったものと戦いながらなんとかかんとか電車に乗るっていうことをやっておられる方もいらっしゃるわけですね。この辺を和らげて楽になっていくっていうことは本当に大切ですね。通勤の場合はこれやむを得ないんですけれども、通常はもっと低いハードルからやっていくっていうのがいいですね。呼吸のコントロールをやることで発作が出にくいようにしていくですとか、段階を追って負荷をかけることでだんだん慣らしていくといったことをきちんとやっていけば、この10分でも30分でも大丈夫っていうところに最終的には行くんですけれども、いきなりこれをやるっていうのはやはりあまり一般的にはお勧めしないですね。順を追ってやっていくという形がいいと思います。でもしそれが無理っていうのであれば、これは別の手段ですよね。それこそタクシーを使うですとか、場合によってもっと早めの時間帯に電車に乗るですとか、いろんな工夫しながらやる、もしくはこれも不可能ということであれば、時には休職っていうのもあると思いますね。そういうような形でなるべく痩せ我慢をして頑張り抜くっていう以外のやり方で少しずつ回復させていくっていうのが一般的にはおすすめになってきます。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画の下にメンタル不調を予防する感情チェック&アドバイスという無料サービスのリンクが貼ってあります。よろしければご利用になってみてください。